マリナーズ、岩隈久投手、33、が8日、日本時間9日、のホワイトソックス戦に先発し、今季10勝目、6回、を飾った、7回を投げて5安打3奪三振で1失点、実績1、失点はビシエドに許したソロンだけという素晴らしい投球で、2年連続となる2桁勝利を決めた、球団公式ホームページでは、 岩隈がマリナーズを5連勝に導くという見出しでこの日の試合をリポート決め球でもあるスプリットは普段ほど精度が高くはなかったがそれでもしっかり試合を組み立てた右腕について最高の状態でなくても7回を1失点に抑える日本が生んだ名投手と絶賛マクレンドン監督は調子が良くない時でもどんなピッチングをすればいいかを心得ている投手 だからこそ、名投手と呼ばれるんだ。岩熊の高等を当然のように受け止めがちだが、成功を続けるためには、投球術を知らないと勝てない時もある。彼は投球術を分かっている。と唱えた、岩熊が10勝目に到達してきたことで、今季マリナーズはヘルナンデス、ヤングと合わせ、3人の先発投手がすでに10勝を挙げたことになる。地元市タコマニューストリブン電子版でも、 岩熊自身の、今日は決していい状態ではなかったが、勝てたことは良かった、というコメントを紹介しながら、状態が良くなくても、ホワイトソックス打線を7回5安打1失点に抑え、さらにフォアボールは一つも与えることがなかった、と高頭を紹介している。この日は妙房役ジニーノのバットも爆発、投げても打っても、岩熊とジニーノのバッテリーが大活躍だったとしている。 次回の先発予定は、プレイオフ出場枠を争うブルージェイズ戦、元同僚の川崎宗のリトの対決も楽しみだ。